父さんはもうすぐ釈放されるって話だったのに、何かの間違いでしょ。ちゃんと確認してよ。仮に間違いでも、もはや確かめる暇間などないわ。予定通り刑は執り行う。分かったら帰れ帰れ。おまあ、何を考えちょるんじゃ。中へ乗り込んで父さんを逃がす。無茶はやめんかい。おまんはおとなしく待っちょれ。先生のことはわしとこいつで何とかするき。なんちゅうと。礼は言っておく。で、何が望みだ。ただの善意で助けたわけではなかろう。コロリ治療ということは神田の医学書か。早めに顔を出さんとうるさそうだ。失礼する。おまん、お領地言うたかい。わしは坂本龍馬、同じ領じゃ。どうかな、会ってあげてもいいよ。それなら公使館を当たってみたらどう。公使館、なぜです。盗みになるとしても、もう手段なんか選んでられないでしょ。稲先生だって覚悟は決めてるみたいだし。その書物、前に焼き打ちされたイギリス公使館にあるらしいの。今は立て直し中だけど、幕府の押収物が置かれてるみたいで。イギリス公使館。役人に掛け合ったところで見せてもらえなさそうですね。少しでも前、このお礼はいずれ。では行きましょうか。私も手伝うよ、稲先生。日の元じゃ見たことのない医学書ばっかりだけど、父さんと一緒にどうにか読み進めてみるからさ。ありがとうございます、二人とも。あなたもまた力を貸してほしい。病に苦しむ人たちを一人でも多く助けるために。どう？キナの皮は手に入った？そう、うまい話は転がってないってわけか。ま、うすうす分かってはいたけどね。はい。おや皆さん、お揃いでしたか。三船倉の場合に清潔な暮らしを守ればコロリを防ぐことができる。今は病を治すことより病を防ぐことが肝要。そんな言葉がお前の口から出てこようとはな。父さんは素直じゃないね。成長したな、感心したぞって言えばいいのに。多少なりとも先生に認めていただけたのだとしたら、それはこの人のおかげでしょうね。またあなたの世話になってしまった。改めてお礼を言わせてちょうだい。そう。あんたらにはすっかり世話になっちまったな。あの時は三途の川を渡りかけたが、おかげさんで戻ってこれたよ。お龍が追ってくれて助かったぜよ。おまんに医術の心得があるとはのう。怪我の見立ては父さんよ。私は言われた通りに手当てしただけ。楢崎先生とお龍さんには感謝の言葉もない。あんたらが来てくれなけりゃ命を落としていた者も多いはずだ。わしも驚いたぜよ。ここでお龍と再会するとは思わんかったき。確かにできすぎた話だ。あんたらは深い家にして結ばれているのかもしれんな。そうなのかな。
それはそうと、桂さんはその後どうじゃ、居場所は分かったかい。いや、池田への一件以来音沙汰なしだ。ただ今朝方屋敷にこんな手紙が投げ込まれたはずだ。そうじゃな、行けばわかるじゃろ。ぼちぼち。悪いが頼めるか。俺も行きたいところだが、まだ満足に動けない上にちょいと風邪気味でな。分かったぜよ。そうと決まれば早速行ってみるかの。気をつけてね、龍馬。おう、新作を頼むぜよ。こっちだ。 What the fuck is this shit? スキブルバンダーボーイいたぞ。まったくすごいの。龍馬切りたきゃ切んな。ダイヤ、かすり傷じゃ、心配いらん。早く手当てをしないと。さあ行きましょう。私もお風呂入り直さないとね。ダイヤ、その方がええ。まったくひどいもんだよ。寺田屋で襲われた坂本龍馬らは西郷隆盛を頼り薩摩藩邸へと逃げ込んだ。次は逃げ切れんか。いや、そんな必要はないき。Hello there. 地獄の沙汰もなんとやらかい。おまんこそよう生きとったの。入れ違いで地獄に行ったと思うちょったぜよ。おまんらには心配かけたけんど、今お寮がきちっと直してくれたきの。早速じゃが、全部を丸く収める妙案を持ってきた。これで戦なんぞやらんでもええ。あら、あんた。わっ、Here I come. Oh, here I come. あら、あら、あら。あら、こんにちは。もしかして龍馬に会いに行くの？さっき大宮さんの前で龍馬に会ったから、また無茶しないでねとは言っておいたけど。両腕を思いつきそうやき大丈夫ぜよ。だって本当に大丈夫なのかな。うん、何か言い出したら聞かない人だもんね。私は見守ってるしかないのかな。そうだ、龍馬に差し入れを持って行ってあげようよ。何がいいかな。あんたも一緒に選んでくれる？じゃあ行こう。龍馬の好物は何だっけ。差し入れも買えたし早く行こう。龍馬は大宮さんにいるはずだよ。今のは大宮さんの方から。私誰か探して呼んでくる。あんたは龍馬をお願い。慎太郎が怪我しとる。すぐに見てやってくれ。今は自分のことを考えな。ねえ、しっかり。太平洋みたいなでっかい夢はどうするんだい。夢、そう
者、やっと見えてきたんじゃ。今国の新しい形が。ノーノー。それから、わしは海を渡って広く世界を見るんじゃ。死の片割れを助けてやってくれ。龍馬、龍馬。おい、この男を運べ。揺らすんじゃないぞ、そっとじゃ。やれることはやったわ。あとは待つだけよ。奇跡が起きるのをね。目を覚ますまで私たちがここにいる。あんたはあいつを追って。龍馬が起きた時見せてあげて。新しい日本を。会いに来たよ、龍馬の代わりにね。あんたがどうしてるか彼も気になってると思って。あんたのこと龍馬は自分の片割れだって言ってた。悔しいけど私じゃかなわないみたい。龍馬はきっと草葉の陰からあんたを見守ってる。この国の夜が明けるその日までね。無理しないでよね。